例のごとく愛人を自宅へ連れ込み、当たり前のように朝になると愛人たちと出かけてゆく。そんな男が自分の夫だったら？そんな夫をなじることなく、それどころか、自宅から帰ってゆく愛人たちをねぎらい、手土産を持たせる。幕末には、夫たちにとって理想像とも言える妻、不徳の鏡、と称された女性が存在しました。妖艶かつ聡明な美貌の持ち主、彼女の名は伊藤梅子と言いました。時は慶応元年、1865年。下関の亀山八幡宮境内の茶屋で働く梅子はある晩、何者かに追われる若い男を誰とも知らずにかくまったのです。その男こそ、後に梅子の夫となる伊藤博文でした。この時梅子17歳、博文24歳。これが運命の出会いとなるとは、知る由もない梅子でした。梅子は山口県下関で、当時、町人の中でも最下層であった港湾労働者、木田久兵衛の娘として生まれました。そのため梅子たちは貧しい生活を強いられており、家計を助けるために、お茶子として働いていたのです。一方、梅子の夫となる博文もまた貧しい農家に生を受けました。貧しさゆえ、博文の父親は、足軽である伊藤家の養子に入り、武士となります。とはいえ、最下層の武士であったため、博文は学校には通えず、寺で読み書きを習いました。博文は16歳の時、吉田松陰の叔父、玉木文之進により創設された松下村塾に入門し、吉田松陰に学びます。博文は、吉田松陰から、政治家に向いているかもしれない、と評されるほどの、才気あふれる若者に成長していました。さて、梅子が博文と出会った夜、なぜ博文は梅子の茶屋へと逃げ込んできたのでしょうか。博文は、当時、井上薫らと共に長州藩より命を受け、1863年、イギリスへ留学していました。もともと、博文は外国を排除する、攘夷派でしたが、はるかに進んだ西洋文明に衝撃を受け、攘夷派から、開国派へと、考えを変えていました。そんな頃、攘夷の真っ只中であった長州藩は、外国船に砲撃、それを受けた米英仏蘭四国連合艦隊による長州藩への報復。このままだと、長州では外国と戦争となる可能性が高まっていました。博文らは、これを阻止しようと慌てて帰国。しかし結局戦争は回避できず、下関戦争が勃発。その結果博文は、攘夷派から、売国奴の裏切り者とみなされ、命を狙われていたのでした。そして、慶応元年、1865年のある夜、博文は多数の攘夷派から逃れ、亀山八幡宮の境内に隠れ、たまたまそこにあった梅子のいる茶屋に逃げ込んだのです。強気な梅子は機転を利かし、とっさに博文を部屋の中にかくまったのでした。おかげで難を逃れた博文。極限の危機的状況を乗り越えた二人は恋が芽生えやすい。とはよく言いますが、これは紛れもなく運命の出会いでした。共に機転が利き、似た者同士の梅子と博文は、たちまち強く惹かれ合います。また、梅子は目鼻立ちが整い、妖艶な美貌の持ち主でした。博文はすぐに梅子に惚れ込みます。松下村塾の、博文の大先輩であった高杉晋作は、当時の博文についてこのように記しています。伊藤君は梅の花に夢中である。もちろん梅子も、明るく、聡明で、エネルギッシュな博文に強く惹かれたのは間違いありません。博文は、頻繁に茶屋に出入りするようになり、二人の愛は深まっていきました。めでたしめでたし。とはいかないのが梅子と博文。梅子の父木田久兵衛は、茶屋で家族のために働いていた梅子を、借金の方に、沖や、いろは楼に、身売りさせてしまいます。当時は人身売買が盛んに行われていたため、珍しいことではありませんでしたが、恋する二人にとっては引き裂かれる思いだったに違いありません。沖屋に売られ、離れ離れとなった博文と梅子でしたが、その間、二人を繋いだものは、手紙でした。当時読み書きができなかった梅子でしたが、博文に手紙を書きたい一心で文字を習いました。博文が、献身的にそれを応援。二人の愛は文通で深まります。そしてこの時、すでに梅子は博文の子を身ごもっていました。それを知ったいろは楼の主人は激怒します。梅子が身ごもったことを知り、博文は主人に梅子の身受けを申し出ましたが、そこでまた新たな壁が立ちはだかります。いろは楼主人は、梅子を、博文の正室として迎えるのであれば応じる、という条件を提示したのです。しかし実はその時、博文にはすでに正妻がいました。その正妻とは、博文と同じ松下村塾生であり、先輩、そして共に開国派であった、入江区一と野村康氏兄弟の妹、住子でした。
梅子と出会う2年前、広文の両親が、忙しい息子を心配し、住子を嫁に迎えていたのです。しかし結婚後、広文は国内外を忙しく飛び回ることとなり、二人が夫婦らしい夫婦とならないままに、広文には、梅子との出会いが訪れます。梅子はけなげに、広文に手紙を書きたいがため、文字の読み書きも懸命に勉強しました。いつか広文と一緒になりたい。その一心であったでしょう。そんな一途な梅子は、広文に正妻がいることを知り、非常にショックを受けたことは、想像に難くありません。一方広文も、男として、開国か、鎖国か、という天下国家の一大事の時、尊敬すべき先輩の妹や、自分の両親を裏切るなどできるはずもない。しかし、自分の子を宿した、大切な梅子と一緒にいたい。普通ならここで梅子を妾とする、のではないかと思われました。しかし二人の愛は想像以上に深かったのです。また、広文も想像以上に男でした。運命の歯車とは順番通りにはいかないものです。それとも、それはなるべくしてなるのかもしれません。慶応2年、1866年、周囲の反対を押し切って、広文は住子と離婚。晴れて梅子は広文の妻となります。広文の男らしさに感動、めでたしめでたし。とはいかないのが梅子と広文。いよいよここから広文の驚きの本性が明らかとなっていきます。明治天皇から広文へ苦言。女はほどほどにするように。広文は、若い女性と遊ぶことが唯一の趣味、と後に公言するほど、女性関係がとにかく派手でした。実は梅子と出会う前、イギリス留学中にも、学費をすべて歓楽街で使い果たしてしまうなど、広文の行き過ぎた女遊びは問題になり、周りの学生からは、彼を帰国させるべきである、という声が上がるほどでした。そんな広文の実態を知る由もなかったであろう梅子。広文と結婚して間もなく、長女貞子が生まれてからというもの、広文の女好きはさらに歯止めが効かなくなります。女性が母親となってから浮気してしまう男性のお話は現代でもよくありますね。しかし広文の場合は、そんな常人を逸脱したスケールのものでした。しかも、病気で明けっぴろげな広文は、その女好きを世間に隠そうとはしなかったのです。堂々と、千人の女性と関係を持ったことがあるなどと、豪語していたと言われています。そんな広文に対して、世間からは、吐いて捨てるほど女がいる、という意味から、放棄というあだ名がつくほどでした。さらに、広文が出世するにつれ、愛人の数は全国各地に増えてゆきます。あろうことか、愛人たちを堂々と、自宅に呼ぶこともしばしばあったのです。しかも、人用ともにしてから帰宅していく女たちもいました。広文と関係を持ったのは、ほとんどが玄人でしたが、中には、そうではない女性たちもいました。例えば、鹿鳴館の花と歌われた、岩倉朋美の娘、戸田喜和子。日本の女子教育の先駆けとなった、実践女子学園などを設立した菜園、歌人の下田歌子。など、そうそうたる女性たちが相手ともあり、当時新聞や雑誌は、明治公職一大男、と広文を報道し、世間を賑わせました。痛快なほどに、広文の女性関係が常軌を逸していたため、とうとう明治天皇からは、少しおとなしくしてはどうか、とお咎めを受けることになります。そこで少しはおとなしくなるかと思いきや、隠れてこそこそ女遊びをしている連中もいるが、私は堂々と女遊びをしているだけです。正直すぎるくらい正直な広文は、実は明治天皇から、とても気に入られていたと言います。千円札でおなじみの、長い立派な髭を蓄え、厳しそうな表情からは想像できないほど、明けっぴろげで正直、そして、とても陽気で、国民からも、政治家たちからも人気者だったそうです。とはいえ、いくらなんでも常人離れした、広文の女好きを目の当たりにした梅子。さぞや激怒したかと思いきや、広文が広文なら、梅子もまた常人では考えられないメンタルの持ち主でした。梅子は、高熱にうなされた時でさえ、両脇に芸者を寝かせることを欠かさなかった、という広文の女性関係には、一切口を出さなかったそうです。それどころか、広文と関係を持った芸者たちを丁寧にもてなし、女たちが帰る際には、必ず梅子が出てきて、反物などの土産を持たせたのだそうです。また、朝まで過ごした女には、ご苦労様でしたね、と、ねぎらい、化粧や身の回りの世話までした、という気持ったまぶりだったと言います。現代の私たちからすれば、夫が政治家であるという立場とか境遇はあるとしても、よほど考えられないメンタルの持ち主というしかありません。
ヒロブミのありえない女遊びを大きな器で受け止めた梅子。実はヒロブミに負けず劣らない高学心旺盛な女性でした。女にしておくのがもったいないとはよく言いますが、梅子は夫の女遊びに一喜一憂することより、勉学に励み、ヒロブミに協力できることの方が大事であったのかもしれません。ヒロブミと出会ってからというもの、文通とも言える手紙のやり取りで、絆を深めてきた梅子とヒロブミでしたが、幕末明治初期、ヒロブミから梅子への手紙は、ほとんどひらがなで書かれていました。ところが、興味深いことに、明治10年代半ばから、ヒロブミから梅子への手紙には、漢字が増えていきました。そして、晩年に送ったものは、当時、男性同士が交わしていた、和漢混交文と、ほとんど変わらないものになっていたそうです。梅子が、常に文字を学び続けていたという、工学心の強さを表していると言えますね。また、手紙だけでなく、当時、ヒロブミの愛人であったという、歌人、下田歌子からも和歌を学び、皇后とやり取りするほどの腕前となりました。さらに、当時、英語に堪能であったヒロブミは、長州藩士として、仕事で関係のある外国人男性を、突然連れてくるようなことがたびたびありました。梅子は、ヒロブミに協力すべく、津田梅子から英語を習います。そして後に、英語で手紙が書けるほどとなります。あまりに熱心に勉強しすぎて、眼病を患ってしまうほどでした。しかし皆さん、いくら梅子が志高い女性であったとはいえ、とんでもない女たらしのヒロブミに、ここまで協力的、かつ寛容であるとは、不思議だと思いませんか？このままでは、梅子は妻という名の、ボランティア活動になってしまいそうですよね。梅子はヒロブミが、仕事で心身を酷使し、疲れ切っていることを誰よりも理解していました。そして、日本のために尽力するヒロブミを、誰よりも尊敬していたのです。しかし実はヒロブミもまた、当時の日本人男性には珍しいほど、梅子を尊敬し、感謝をしていたのです。そして、日々感謝やねぎらいの言葉を、梅子に伝え、また周りにも公言していたのです。梅子が体調を崩せば政務を投げ出してでも駆けつけました。尊敬する人は？と聞かれれば、一に天使様、二にかか様。と答えたのです。またヒロブミは、実に筆まめであることはお分かりいただけたかと思いますが、生涯で、梅子に宛てて、多数の書簡を送り続けています。特に、海外出張した際には、外国の様子を事細かに知らせたり、梅子や子供たちの体調を気遣ったりする内容の書簡が、多数残されています。手紙を書くという行為、気持ちがなければなかなかできないことですよね。ヒロブミにとって、梅子は、他の女性と比べようがないものであったのかもしれません。梅子は、それを理解していたからこそ、ヒロブミの常人離れしたスケールの女好き、女遊びも、寛容に受け止められたのかもしれません。ヒロブミの、良き理解者である梅子でしたが、ヒロブミが眉を潜めるほどの、意外な趣味がありました。なんと梅子は、一日中キセルを手放すことがなかったほどの愛煙家でした。そんな梅子をヒロブミは見かねて、少し控えたらどうか、と心配すると、あなたもお酒を控えるのなら私も控えましょう。と返答したと言います。梅子もなかなか負けていませんね。また、梅子は花札を興じるのが非常に好きでした。井上薫や、西園寺金もちらとよく興じたそうです。花札を行うのはいつも真夜中、ヒロブミが寝室へ引き上げた後だと決まっていました。理由は、女にはだらしなかったヒロブミでしたが、お金に潔癖で、掛け事などに使われる花札が大嫌いだったためだそうです。しかし梅子は、どんなにヒロブミに叱られても、花札はやめなかったそうです。さて、互いに趣味を謳歌しながら支え合っていた二人でしたが、梅子が唯一、ヒロブミの女性関係で激怒したことがありました。明治元年、1868年、現在の兵庫県知事にあたる、兵庫県令に就任したヒロブミは、福原遊郭で、料理屋兼宿を営む千崎や五平の娘、お腹と深い仲になります。そこまではいつものヒロブミでしたが、今回は少し違いました。普段夫の女遊びには寛容だった梅子。女の直感で、ヒロブミの、お腹に対する気持ちが、単なる女遊びを超えたものだとわかります。そんな梅子の直感を知ってか知らずか、脇目も振らずお腹の元に通うヒロブミ。次第に梅子はうつうつとなり、ついにヒロブミに激怒します。珍しく、顔色まで変えて激怒する梅子に、さすがのヒロブミも一時慎みました。しかし、正直者のヒロブミ、結局自然と足がお腹の元へと向くことになるのでした。手に余った梅子は、井上薫に相談、井上は思案した末、兵庫県の警察官とお腹を結婚させることとなり、ヒロブミとお腹の縁は切れることとなります。
お腹と警察官を結婚させる、というのには驚きましたが、やはり女性は、肉体的な浮気は許せても、心の浮気は許せないものです。男勝りの梅子でしたが、心の内では、一途に広文のことを思い続けていたことがよくわかります。44歳で、初代内閣総理大臣に就任した広文と同時に、梅子も初代ファーストレディーとなりました。日本が近代化する中で、梅子は夫広文に協力するため、西洋文化をも勉強していきます。宮中の国際化を進めていた広文に協力すべく、天皇が皇后の西洋化に難色を示しているとの意向が伝わると、梅子は、自ら洋服を着て御所に参拝するなど、宮中女子の洋装化の根回しに奔走したのです。さらに梅子は、首相官邸の舞踏会で、ファーストレディーとして、流暢な英語を披露。また、裁縫技術の高さを買われ、宮中の旅館のための洋風の制服作り、さらには、皇后のドレス制作にも協力しました。梅子はダンスが好きではなかった、ということですが、宮中で舞踏練習会が行われる時には、率先して洋装で高官の奥方たちをリードして臨んだそうです。彼女がいかに努力家だったか、よくわかります。明治政府の元勲夫人としての教養を身につけ、六名館での社交もそつなくこなし、妻としても家庭内で懸命に努力し、初代総理大臣を支えた、まさに初代ファーストレディにふさわしい女性、梅子でした。内閣制度を創設して、明治18年、1885年、初代内閣総理大臣となった広文、すぐさま憲法の作成に取り掛かります。広文主導により草案が作られ、明治22年、1899年、大日本帝国憲法が制定されました。また、諸制度の確立に尽力し、日清戦争を挟み、組閣は4度に及びます。明治27年、1894年、日清戦争が勃発し、戦いに勝利した日本は、清から領土の一部、遼東半島を譲り受けることとなり、国民は大喜び。当時首相だった広文の人気もさらに高まります。しかし、ロシアはそのような日本の動きを警戒し、ドイツ、フランスを誘い、三国で、日本に対して、遼東半島を清に返すように要求します。これを三国干渉と言いますが、広文はこれを受け、治安の末、領土の返還に応じる選択をしました。しかし、日清戦争で勝利に沸いていた日本の世論は、怒りで沸騰しました。弱腰外交、と、広文と政府を強く批判したのです。広文は、梅子と出会った時のように、またもや裏切り者扱いされることとなりました。その評判は梅子の耳にも届いていました。当時、梅子の元には、広文からこんな内容の手紙が届きました。戦争を終えたばかりの日本に大国と戦う余裕はない。広文は、誰にも明かさなかった胸の内を、梅子にだけ話したのでした。この頃から梅子は、政治家、伊藤広文の、良き相談相手にもなっていたのです。広文による、第四次伊藤内閣が、貴族院の反対により、明治34年、1901年退陣し、同年、桂太郎内閣が成立した後、日露戦争が起こります。三国干渉の後に、満州を占拠し、朝鮮半島にまで手を伸ばし始めた大国ロシアにより、我が国も植民地にされかねない、と恐れた日本。ロシアの朝鮮進出を食い止め、自国の独立と安全を守るために起こした戦争でした。多くの犠牲を払いながらも、日露戦争に勝利した日本は、韓国の支配権を得ました。この時、韓国統監府が設置され、広文が初代統監に就任します。自分というものをなくし、大きな視野で物事を見ていた広文は、日本が自立し、国際化すると同時に、韓国も日本と同じく成長させたいと願っていたようです。そこで、それを実行すべく、韓国を日本の保護国としました。しかし、韓国内では日本に対する反感が高まります。梅子は常々広文から聞かされていたと言います。世は畳の上では安穏な死に方はできまい。敷居をまたいだ時から、これが永久の別れになると思え。それが現実になるならば、妻としてこんな悲しいことはないでしょう。しかし広文は、自分の死に様を、どこかで予感していたのかもしれません。明治42年、1909年、10月26日。広文は、ロシアの大臣に会うために満州に向かった折、ハルビン駅で、今でも謎の多い、とされてはいますが、韓国人の反日活動家、アンジュン軍によって暗殺されています。享年69歳でした。広文の訃報を聞いた梅子は、日頃から、広文より言い聞かせられていたように、畳の上で死ねる人ではないと思っていた、と言ったと言います。
東京日比谷公園で、白組の国葬が執り行われた時、梅子は気丈に振る舞っていましたが、棺が入ってくるとその目から涙がこぼれたと言います。梅子は亡き白組を思い、このような歌を残しています。国のため、光を添えて行きましし、君とし思えど、悲しかりけり。梅子は、白組が亡くなった後も、大磯の僧侶閣に住み続けましたが、大正10年、1921年に、跡取りである広国が住んでいた東京に転居しました。その際、僧侶閣は、元韓国皇帝下であり、日本の皇族に準じる待遇を受けていたり、王家に譲渡されていますが、広組の意思を継いだ、梅子の意思によるものとされています。広文は、朝鮮人独立運動家によって暗殺されましたが、韓国王室の行方を非常に気にかけており、日本と朝鮮半島の関係改善のために尽力していたのです。志一つの広文と梅子は、もはや男女を超え、夫婦を超えた、同志、であったと言えるでしょう。大正13年、1924年4月12日、梅子は病により、77歳で亡くなりました。梅子は、東京西大井の伊藤博文公墓所にて、博文の隣で眠っています。今も二人は、一緒に仲良く語り合いながら、日本の行く末を見守ってくれているかもしれませんね。いかがでしたでしょうか？今回は、日本の初代内閣総理大臣であり、明治維新後の日本を近代化に導いた、政治家伊藤博文の妻、初代ファーストレディ、伊藤梅子の人生を覗いてみました。華々しい広文の功績は、梅子なくしてはならなかったのは、言うまでもない事実でしょう。梅子の素晴らしさを感じた一方で、伊藤博文が、単なる女好きすぎた総理大臣、というだけではなかったんだなと思いましたが、皆さんはどう感じましたか？池女の陰にイケメンあり。いや、逆でしょうか？もし、今日のお話が、興味深いと思っていただけましたら、グッドボタンと、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後まで動画をご覧くださり、本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。